マノッチです。オリジナル選手でスタープレイヤーやっていきましょう。オフシーズンです。はい、でもう早速整形をしておきました。はい、こんな感じです。頬周りを、いじっておきました。だいぶすっきりして見れる感じになったんじゃないかなと。まあ頬、あと唇だね、口だねもいじりました。はい、まああとは鼻とか、目元とか、まあそこら辺いじってって、イケメンにしていきましょう。はい、コメント読んでいきます。前々回1試合目、上沢選手がノーノーやってたらしいんですけども、俺が全く触れなかったと。スタープレイヤーやるとね、他人に興味なくなる。チームメイトだけども、まあ他人だよね。もう自分以外興味なくなってしまうんだ。この企画になったらサムネクイズやらなくなるの草。スタープレイヤーやるとね、こう他人にね、興味なくなってしまうんだよな。バントダッシュ、セカンドだったらね、こうファーストに入る、ファーストのカバーに入るのが、正解らしいんだよね。これは嫌ですってわけにいかないのかな。ボールを追いかけたい習性がどうしてもあって、俺の中で自分の習性にこう正直に従いたくなっちゃうんだけど、そういうわけにはいかんのかな。自走車する時の間の内さんは打撃は真面目、守備はわんぱく。わんぱくって言い方いいね、若くていいね。オリジナル選手の年齢19歳スタートです。平井勝則さん FA 宣言しました、どうなると思います？いやまあリリーフ、今いくつ？まだ30ぐらいでしょきっと。全然どっかしら取るとは思うんだけども、俺の個人的な意見としてはもうバンバン FA 権っていうのはもう使ってほしいなって思ってんだよね。こう入れ替わりが激しくなった方が面白いんじゃないかなっていうのは俺の中であってさ。ジャック・クレメンツって選手が唯一左投げの内野手みたいです。19世紀にフィリーズの捕手。キャッチャーでか。まあ、さすがフィリーズだな。面白いことやってくれるもんな。マノッチって企画全体の中で1回は絶対チート使ってると思うんです。使ったことない。ないね。あと山川選手についてですが、 FA 行使を熟考しているようですが、それに関して西武ファンから怒りを買っているようで、チームに恩はないのかといった感じになっているらしいんですが、どう思いますか？FA 権を使う使わないと感謝とか恩とかってのはまた別問題な気するんだよな俺はね。別によくね、選手の権利じゃんっていうのがある。よし、やっていきますか。オフシーズン過ごしますか。成績こんな感じでした。まあ結構一軍の試合は出れたね。はい、なんだ FA 系のね、そのオンどうのっていうのはさ、なんかこう一般社会に置き換えればさ、初めて就職したところでそこで一生過ごすのかって話じゃん。大体転職するじゃん っていう感覚。俺はずっと同じ場所でいる方がレアだと思っちゃうから。ただね、まあこう自分が好きな選手がさ、こう自分が応援してる球団にいるね、そういう選手がいなくなるとかっていうことを考えたら寂しさはあるよな。だからこのオフシーズン何なんかやることないの？ずっと次へ押してってよ。それこれもカレンダースキップでいいんじゃないの？1年完全スキップだ。はい、やることねえもんな。自由行動もねえし。アイゼンにて終了。はい、まあ年俸は上がるんでねえか。1500万スタートだっけ。2500ぐらい一番気付きよな。はい、2100か。はい、まあ全然全然。
あ、というか2022って糸井さんは現役だったのか。はい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 、はい、そう、これさ、もしあの監督変わったらさ、監督に媚び売ってた分ってどうなんだろうね。なんだっけ、好感度的なやつ、なんかこう大道くんとかすごい強そうな感じがすんな。あの俺個人タイトルみたいなで、なんか新人王とかさ、全然見れる気配がないのか。なんかいいですな、こうガンガン動いてて。なんだ、ユニフォームのカラー的に何の違和感も感じねえな。はいはい、はい、なんか日ハムには誰も、あ、来た。はい。あの、個人タイトルとか見たいんだけどさ。はい。やっと自由行動だ。タイトルか。新人は取れんかったな。俺いつだかに話したと思うんだけどね、水上選手で合ってる？水上なのか水上なのかね、ほんと分かんなくなるんだよな。大勢選手は新人王。あ、そっか、 まだそんな時代か。たった1年前だけど分かんなくなるもんだな。あ、今のね、能力こんな感じです。ミートはだいぶ上がってるよね。人物交流、あのもう監督にはコビ売り終わってっから。今あのパーソナルトレーナーの安井さんやってる。あのコンディション維持だな、これ大事にしてる。はい、やることあんまりねえな。お、あ、ルーキーの能力 見るか。おい、選手能力データでいいのか。これなんか どうにか楽な見方ねえかな。あ、大道くん大したことなかったな。プロ1年目で探していくのが大変だな。お、森くんいい能力じゃない、かなり。18歳でこれだったらすごいんじゃない。はい、あ、変化球豊富、いいね。あの外野手の子良かったんじゃないか、やっぱり。
森くん、森克之くん、彼は良かったんじゃないですか。はい、はい、いいですな。おっ、いや、このままでいいかな、全然いいよ。はいはい、逆側のコースが苦手になることがあります。いや俺ねー、うん、はい、あのインコース打ててないんだよね、全くね。内角中央とかよくなんかこう引っ掛けちゃう気がしてた。やってみようか。はい、全然このまんまでいいよ。まずはミートを鍛えようぜ、徹底して。はい、なんだ、なんか可愛らしい女の子が出てきたぞ。始球式、はい、当日いきなりボール握らされても困っちゃうだろうしさ。じゃあ夜俺のボールを握るかい、2個ぐらい。木島明日香さんでいいですか。はいはい、なんかねすごい前になんか AV でこんな顔の子見たな。もう俺もさ年だからさ、みんな同じ顔に見えんだよね。はい、おう、じゃあ後に俺は君の体にメス豚と書いてあるよ。はい、なんか元気集め始めたぞ町田。はい、これはお、こういうリスに変わった。デートいいんだなデート誘おうぜ。お、いいね、伸びたねミート力ね。頑張って B まで伸ばしたいけどな、 B まで大変かな。おい、自由行動で人物行為だ。はい、はい、うん、うん、なるほど、カーセックスですね。いきなりデートでお前車持ってるかってのはちょっと気に入らねえな。はい、お、選ばれてえな、これな、これ選ばれてえな、ちょっと目標の一つに据えたいな。オープン戦か、やるか。打てるかな打てるかな。難易度は、ね、変わってないですよ、全然変わってないですけど、全く打てる気しないんだけどな。まあやるか。はい、初年度はな、あのアシストの設定が緩い時間があったから全然いけたけど、いけっかな。バッターは2番に入っている間野、まずはワンアウトを取っています。よし、これが初球、5安打だな。初球時弾き返した打球は左中間へ。ちょ、なんとか頑張ろうぜ、5安打。任せろ。さあ一塁には先制のランナー、
バッターは間野。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。打ちました。伸びていく、どうだ、入れば先制、伸びていく、入るんだやりましたよ、やりましたよ、よし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 、ラッキーですな。本当にただのラッキーでしかないけども、ラッキーでも何でも何度か開幕一軍掴むぞ。点をやりたくないというそういう状況ですからね。そうですね、頑張れ。いい当たり、これはどう、よし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 、もう基本的にしっかりと待って流し打ちボタンで打つようにしてる。いやー、ここで猛打賞できればな、ね、相当この後楽なんけどな。イメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。変化球で空振りを取る。もう一打席いくんじゃない。よし、バッターボックス間野、今日はホームランを放っています。ここもしっかり抑えたいですね。うわ、初球打ち、いや、今日俺パープロだったから、なんかフランスは選手と相性良かった記憶あるんだよな。なんかまあ2安打な、で残り2試合で3安本な。どうにかできるぞ、どうにかできる、絶対できる。はい、しかもあと2番でやれるってのがいいわ。打順多く回ってくれるから、なんとかチャンスがある気がするわ。開幕一軍掴もうぜ。バッターは2番に入っている間野。明日の動画どうする、交流戦とか撮るか。大きな変化球から入ってきました。ストレート外れました。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。頑張れ。アウトコース打ちました。掴んで、あー、なんだろうな、いけるいける、大丈夫、いける。1本は打っときたいな。残り1試合で猛打賞を残すっていうのはもう無理な気するもんな。この後どのようなピッチングが必要になりますか。まあやっぱり先頭バッターをしっかり抑えることでしょうね。コーナーをしっかり攻めていきたいですよね。打ちました、取った、アウト。まずいね。あ、翔さん元気。一本でいい、まず一本、まず一本。先ほどの打席は、なんて苦手そうなピッチャー。ツーアウトランナーありません。アウトコースボール。それよな、そのスライダーよ、もうそれ放られたらもうどうしようもないんだよ。早かった、バット踏んの早かった。追い込みました。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。厳しいね。バッターボックスには2番マノ。1本地帯。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。打ちました。うわあ。走れ。アウト、ツーアウト。まずい、2軍スタートの可能性はありますな。1試合目よかったんだけどな。どうしようかな、アシストあげる、チート的なことやる。いや、いける、俺ならいける。あとヒット3本な。今日は晴天に恵まれました。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。横浜、いける、頑張れ。バッターは2番に入っている間野。まずはワンアウトを取っています。よし、何スプリットチェンジ、なんか すごい名前してた。際どいコースに送っています。かっこいいな、名前先行です。3球目は何で来るか。うわぁ、ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。うまいこと当たんねんだ、やばいな、すごいまずいな。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、
よし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 。てか今丸ボタンで、ごめん A ボタンか、流し打ちボタンで打ったんだけど、まだ振るの早いのか。ここも打っときたい。2番バッター真野、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーなし。いやーツーシームこらえたら終わるな、それよ。これが4球目。よしよく見た、よし。これは外れます。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。いやでもまあファーボールでもなヒット扱いなんねえしな、もうしょうがないよな。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球、うわーすごい球、はい、さあどういう2球目、落ちてくれ。さあどうだ、最後はレフトフライ2軍スタートですな。まあ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 、明日の動画でも1軍でスタートしっから、ちょっと日程進めとくから。はい、1500もあれば車買えねえかなとふと思ったんだけど、はい、アイテムショップかい、買える、買おうぜ。よし、デートしようぜ。はい、おお、はい、はい、そう、あら猫好きですか、気が合いそうね。シンガープラ知らんわ。はい、はい、よーし、これはもうあれですか、彼女ですか、どうなんですか。はい、おい、はい、まあ2軍スタート、まあちょっと日程進めておくわ。まあ交流戦とかどこら辺なのかなちょっとわかんないですけども、1軍で動画撮っていきましょう。はい、で終わり、さよなら。Show of God.